きを作っていきます。じゃがいもですけれども、私はピーラーでやらないで包丁でね、切っていきます。やりやすい方でやってもらいたい、ね、そうですね、自分の使いやすい方でやっていただければいいと思います。皮もね、剥いていきます。ちょっとこうね、芽があるところがありますので、これは包丁のこちらのところで取っていただくという感じですね。で、じゃがいもを茹でやすい大きさですね。このまま茹でていただいてもいいですけど、時短のためにちょっと小さくしますね。半分ぐらいでいいかな、4等分の大きさでこの鍋の中にね入れていただきたいと思います。肉じゃがってわけじゃなくて、肉じゃが味のコロッケ、そうですね、リメイクで肉じゃがを使っていただいてもいいと思います。でもこれはもうじゃがいもから茹でて作ってになるぐらいの鍋の大きさのものを使って、重ならない方が、そうですね、火の通りがね均等ですので、これで茹でていきたいと思います。ではじゃがいもに水がね、そうですね、1センチぐらいちょっと高めぐらいの水を入れました。今から火をつけていきます。じゃがいもは水から茹でるっていうのが ね、はい、鉄則ですよね。そうですね、ではね、今火を中火にしましたけれども、塩ですね、塩をちょっと一つまやっていただくと煮崩れ しないと思いますので、ちょっとじゃがいもを茹でている間に、今から玉ねぎ、人参、豚肉をちょっと切っていきたいと思います。では玉ねぎは中を1個ぐらい使っていきたいと思います。だいたい半分に切っていただいて、千切りですね。でもあんまり細かくしないで、5ミリぐらいの大きさでちょっと切っていきますね。はい、では人参です。今日はちょっと小ぶりのタイプなので、1本使っていきたいと思います。まず上の硬いところですね、とあと下を切ります。3等分ぐらいして、あとは同じように千切りですね。これもあんまり細くしなくていいと思います。5ミリぐらいですね。通ってきましたので、ちょっと弱火に、中火よりちょっと弱火にしていただいて、豚肉ですけれども、普通だいたいコロッケね、ひき肉でやられると思うんですけれども、私はまあちょっと今日肉じゃが風です。そうです、肉じゃが風ですね。まあ細切れでも何でもいいんですけど、豚肉で、牛ではなく豚でやりますね。じゃあ豚肉をね切っていきます。いいですか。大体中火でお願いします。こちらをちょっと今日150g の豚肉のつもりでしたけども、ちょっと多いかなって感じですね。170ぐらいあるかな。もう量はねお好みでいいかと思います。じゃあ大体ね、豚肉に火が通りました。ここで人参を入れていきます。で、人参がね、ちょっとしんなりするまでね、一緒に溶いていきます。じゃあ人参にね、火が通りましたので、ここで玉ねぎを入れていきます。はい、玉ねぎもしんなりするまで炒めていきます。玉ねぎもね、しんなりしてきましたので、ここで味をつけていきます。これだし粉ですね、だし粉大さじ2分の1ですね。で、しっかりとここで味付けをしていきます。で、全体に混ざったらお砂糖ですね。お砂糖はだいたい大さじ1杯分ぐらいですね。ここに
みりんですね。みりんは大さじ1杯。そうしましたら最後にお醤油ですね。お醤油は、大さじ1と2分の1ですね。ちょっと手が出ます。はい。ここでしっかり味を染み込ませます。汁気を飛ばす感じですか？そうですね。汁気を飛ばしながら、すべての具材に味をつけます。全体に味がつきましたので、これちょっと冷ましてね。ミルクボール20分ぐらい。ゆっくりね、弱火でコトコト煮ましたので、20分ぐらいですね。大きさによってね、そうですね、火の通りが違いますね。スッと入りますので、これでも煮上がりましたので、お湯を切っていきたいと思います。じゃがいもがね、少し冷めましたので、今から潰していきたいと思います。で、この時に私は全部ね、細かくしないんですね。歯ごたえを残すためにちょっと固めてます。ゴロッとしたのを、そう、ゴロッと感触で残していきます。さあ、味付けをしたね、こちらですね、これを入れていきたいと思います。ちょっとね、量が多いかなと思ったんですけど、多分この量で大丈夫かと思いますので、全部しますね。はい、大きさは好きなね大きさでいいと思います。俵にする方もいますし、丸くねしちゃう方もいますから、形はお好きなタイプのものを使ってください。だいたいこんな感じですね。はい。ではね、今ちょっと丸めてきましたけど、10個できるかなと思ったんですけど、今日は自分の手の加減で9個になりました。はい、はい、つけていきたいと思います。これはね、お米の粉ですね。米粉、うちはね、どっちかっていうと小麦粉ではなくて小麦粉で作り、つけますね。そうしましたら卵を入れて、これはちょっとお水ね出してみました。あとはこちらの、これ米粉のパン粉なんですね。へー、割とねサクッとするんですよ。そう、うん、売ってるんですね。そうですね、なんかね、エビフライをね、うん、ちょっとこの米粉のパン粉でやったら、うん、なんかサクサクして美味しかったんでね、今日もちょっとコロッケで使ってみようかなと思います。うん、小麦粉アレルギーのね子供さんも多分いらっしゃると思うので、うん、今日はちょっと米粉のパン粉、米粉のお粉でちょっとつなぎをね作りました。はい、9個作りましたけど、4つほど明日ちょっと使いたいなと思いますので、今キッチンペーパーを下に引いてパン粉を引いて、その上にコロッケをね置いてあります。こうすることで水分がこのパン粉に吸い込まれて、上のコロッケは明日今日の作りたての感じで揚がることができます。これ冷蔵庫しまうとき、この上ラップします。そうですね、ラップしてください。で、あと、もし冷凍するんでしたら、このまま1個ずつラップにして冷凍保存していただければいいかと思います。はい、ではコロッケをね2センチぐらいね、油をちょっと入れていきたいと思います。じゃあ今から、でもうね火が通ってますので、色がね薄くぐらいの感触で揚げていきたいと思います。はい、ではね裏返します。はい、こんな感じですね。で、結構強火ですね。そうですね、軽くサッと揚げる感じでいいと思います。はい、ではね、両面ねいい色になりましたので揚げていきたいと思います。火を止めます。崩れることがね、
割れちゃうんでね、やっぱり肉じゃがコロッケね。そうですね。でもすごいサクサクした感じですね。そうですね、結構ね、米粉サクサクしますよ。肉じゃがコロッケが出来上がりました。今日のポイントは、じゃがいもは潰さない、潰しすぎない。そうですね、ちょっと歯ごたえを残します。はい、で、あとは今日は全て小麦粉ではなく米粉、粉とパン粉ですね。パン粉ですね。すごいサクサクですね。そうですね、ちょっと食べてみてください。味付けはね、しっかりしてありますので、うん、おソースは多分いらないと思います。なんかサクサクしてますね。思ったより薄味だけど、あっさり食べれていいですね。そうですね、だからおソースだとちょっとせっかくのこの味付けが変わっちゃうから、ちょっともし薄味だったら軽く塩振るとか。そうですね、まあお好みでね、いろいろつけていただいてもいいと思います。どうですか、衣がすごいね。米粉って多分初めてだと思うんですけど、すごいたくさんするんですよ。で、今ね、皆さんグルテンフリーとかね、まあ、小麦粉アレルギーの子もね、中にいると思うので、米粉を使っても作れるっていうことですね。はい、いいですね。割とこう薄くつくのもいいかもしれない。そうですね、あとなんか食べ過ぎちゃったっていう罪悪感があるんだけど、米粉だとすごくあっさりしているので、食べやすいと思います。お家で作ったコロッケって美味しいですね。美味しいですね。簡単にね、ちょっとめんどくさいなって思っちゃいますけど、簡単に作れますね。そうね、湯がいて、こうしてピリピリと、もう味付けをしっかりつけていただければ、おソースなしでもね、OK なので、作ってみていただきたいと思います。食って大事だから。